驚愕の性能。アジア初のステルス戦闘機 J20。その驚くべき性能を紹介。ポンコツ兵器を量産している中共軍ですが、航空機についても国産戦闘機についてはポンコツが目立ちます。今回は中共軍が自慢する最新の戦闘機である J20 自称ステルス戦闘機についてです。 J20 は全長が長く、胴体が太く、カナード翼を機首近くに装備したブサイクな形状をしています。これはF-22 を意識して設計開発を行ったのですが、水力変更ノズルを搭載できなかったためにカナード翼を設けて機動性の向上を図っているためのようです。したがってまず形状からして F-22 を意識しつつも真似ることは叶いませんでした。哀れです。中共軍は未だに水力変更ノズルの製造装備はできていません。それは夜勤技術もそうですし、飛行制御と連動するという技術的な壁を克服できないからです。水力変更ノズルがない時点で第5世代戦闘機の特徴の一つである先進的な高機動性の実現がぐっと怪しくなる気がするのですけど、第5世代と言い張っているのでカナード翼とパワフルなエンジンで実現しているのだと仮定します。疑問が多々あるこの戦闘機ですが、ウィキによればアジアで最初に運用された第5世代戦闘機とされており、2017年に就役したことになっております。実はこれは2018年に日本が F-35A を三沢に配備する計画であることを知って慌てて生産先行型2機を配備したもので、この時点で J-20 は量産に入っていません。配備されたのは生産先行型だと推定されますが、もしかしたら試作機や試験機である可能性すらあります。ポンコツ好きの国は半島の国もそうですが、最初とか一番とかにこだわる感じですね。まあプロパガンダに全てを託して政権運営をしていると言っても過言ではないので、そうなるのでしょうけど、 J-20 は機体が非常に大きく、米国製のステルス機と比べると巣のような感じとなります。全長は総発で大型の F-22 とほぼ同じで、図では尾筒管が突き出ている分 J-20 が長いのですが、 J-20 量産機は機首の尾筒管を廃止しておりますので、全長は F-20 により若干長い程度です。単発機の F-35 と比べるとかなり大きいです。4メートル近い差があります。尾筒管とは航空機の速度を計測する装置となります。音速を超える戦闘機では、機首先頭に突き出す形で配置されるのが一般的でしたが、ステルス機が増えるにつれ、機首側面や機体内部に空気を入れて計測する方法に変わりつつあります。理由は、機首部の尾筒管は、ステルス機にとっては、ステルス性能を落とすことになり、かなり不利となる装備だからです。そのあたりを改善するために機内に取り入れた空気から速度を計算する方法に変えたようです。この方式は F-35 と同じです。 F-20 には図のように機首側面の若干下寄りに L 字形状で尾筒管が配置されています。この J-20 戦闘機はいろいろと噂が流れていますが、本当に第5世代機としての能力を持っているのか、甚だ疑問です。第 4.5 世代機の特徴と言われるものが、CCV 設計と、カナードや水力変更装置による先進的な高機動性能、ステルス形状やステルス素材の使用、先進的なアビオニクス、マルチロール能力があることなどですが、これについてはやっている感はあるので、4.5 世代機としては、見た目上は、ありかもしれません。あくまで見た目の話ですので、実際は 4.5 世代も怪しい限りです。そして第5世代機は、4.5 世代機の特徴は当然すべて備えており、その上で、高度なステルス性能を持っていること、スーパークルーズ機能を備えていること、より先進的なアビオニクスと、
それに連動した兵器制御システムに加え、デジタルフライバイワイヤなどの先進的飛行制御が条件と言われています。高度のステルス性能とは、完全なステルス形状、ステルス素材の多用による RCS の極小化です。スーパークルーズ機能は、音速を超える巡航速度で飛行が可能ということになります。J20 については、スーパークルーズ機能を実現するための強力な WS-15MA エンジンが搭載されたという情報があり、その写真も撮影されていますが、どうもこの WS-15MA エンジンはうまく動きませんでした。国産の WS-15MA エンジンは、推力4万4000ポンドと豪語しており、F-22 用の F-119BW-100 エンジンの3万5000ポンドを2割以上凌駕するとのことですが、大きさからしてまずないと思われます。エンジンの推力を大きくするためには、大量の空気を取り入れる必要があり、必然的にエンジンの径は大きくなります。エンジンの径を大きくせずに推力を高めようとすると、強力な空気圧縮技術が必要となりますが、それを実現するには、高度な夜勤技術やセラミック技術が必要となります。日米欧をしのぐ夜勤技術やセラミック技術は、中国はおろかロシアにもありません。これは明らかに眉唾です。実際、WS-15MA エンジンは搭載されて試験されたものの使い物にならず、WS-15 は結局開発を断念したと推定され、WS-10 系統も力不足で使い物にならなかったようです。結局、今はロシア製の AL-31F エンジンを実装していると分析されています。AL-31F エンジンでは、F-22 用の F-119BW-100 エンジンの3分の2程度の推力しかなく、F-22 より巨大で重い J-20 が、第5世代機の特徴であるスーパークルーズ機能を実現しているというのは、どう考えても不可能です。無理があります。よって現時点でスーパークルーズ機能は実現できていないのは間違いないでしょう。しかも戦闘機としての格闘戦なども不可能で、これは最初から諦めていたのか、機関砲も装備していません。つまり最初から、先進的な機動性能は、諦めていた節があります。量産に入っていますが、使い物になるレベルとは到底思えません。そのためか、台湾まで 500km という最前線に配備されながらも、日米隊などの防空識別圏付近で、飛行している状態で目撃されたことは一度もありません。ステルス性能においても、中国のステルス素材技術は未知数であるものの、形状から分析する限りは、正面以外の RCS は非常に悪いと想定され、情報や下方、側面からのレーダー電波に対しては、ステルス性能は低そうです。日米隊のレーダー網が張り巡らされている東シナ海地域で、地方八方からレーダー電波が浴びせられる前線では使い物にならないでしょう。また、赤外線に対するステルス性能は、米国の研究機関が飛行時の映像を分析し、機体表面に熱による空気の歪みが見られると報告しており、放熱制御はほぼ考慮されていないか、技術が未熟と推定されています。故に、電波及び赤外線に対するステルス性能などは、非常に低いレベルと思われます。また、第5世代機に必須の先進的なアビオニクスと、それに連動した武器制御、先進的な飛行制御も全く確認できない状態です。早期警戒機などが、イスラエル製のレーダーを使っていることなどから、国産による開発は非常に厳しいと推定されており、日米欧の技術域とは、20年から30年の開きがあると推定されています。ウェポンシステムも、パイロットの飛行時の映像を見る限り、HMD などが装備されているようには見えないことから、360度のデジタル視界制御や、360度のミサイルロックオン機能などは備わっていないのは確実と分析されています。搭載兵器については、中距離空対空ミサイル、近距離赤外線ミサイルがメインウェポンになると推定されますが、中距離空対空ミサイル PL-12 は、
AIM120 アムラームより性能が格段に劣るにもかかわらず、巨大で、かつ重量があります。このため J20 は、ウェポンベイが F22 の2倍近い大きさになっており、結果として胴体が大きく、ステルス性も損なわれています。それでも弾数を多く搭載できるわけではないので、泣けてきます。J20 量産機は、現在、浙江省の九州空港にのみ配備されています。配備されている場所も、基地ではなく普通の空港のようなので、これも何か違和感があります。台湾軍情報部の分析では、2019年末までに28機が配備されており、製造工場の生産ライン設置状況から、年40機のペースで量産するのではと分析し、2020年末には60機が配備されると思われましたが、どうも思ったより配備は進んでいないようです。J20 は、2017年より配備が始まったと大きく喧伝されており、すでに4年の歳月が流れておりますが、日米対の防空識別圏付近などに進出したという情報は全くなく、どうやら実戦には全く使い物にならず、イベント用のデモンストレーション航空機となっているようです。内輪で、超すげえステルス戦闘機だ。と、国民を喜ばすための戦闘機です。プロパガンダ用ステルス戦闘機という感じでしょうね。それくらい何から何まで、驚くべきポンコツレベルの性能の、自称ステルス戦闘機のようです。よくこれで、第5世代機とか言ったね、と思う、驚くべき性能です。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.